うまい棒がまた値上げするんだって。こんにちは、100円娯楽でーす。またもや僕の生命線を脅かすニュースを受信しましたが、株式会社ヤオキンがうまい棒を12円から15円で値上げすると発表。100円娯楽で10本も買えたものが6本になると考えると、ショックで1日1本しか動画が投稿できません。今ですら1本12円で8本しか買えないので、さらに肩身が狭くなりますが、しかし黙って値上げしたり容量を減らしたりするのではなく、正直に値上げしますと言ってくれることには好感しかございません。僕もいずれ1200円娯楽になる時も正直にお話ししようと思える、そんな対応に感動しました。1200円娯楽になっても愛してください。ということで、本日は今まで12円でいてくれてありがとう記念といたしまして、最後のうまい棒8本動画をお届けしましょう。次に会う時は6本しか買えないので、今のうちにたくさん買って味わっておきたいと思います。100円で10本買えるんだって。さすがは天下のダイソー様。このようにダイソーがある限り何も心配なッシング。買う場所さえ模索すればこっちのもんって感じですよ。1本で買ったら12円だけど、10本まとめて買ったらお値段税抜き100円。うまい棒の忘れ物にはお気をつけください。ということで、今回の値上げの影響で10本買えるのはこれで最後かもしれませんが、100円娯楽は値上げの可能性これ一切ないのでご安心くださいと嘆くより、模索した方が人生楽しいことが証明された今日この頃でした。チーズ味が一番好きです。